おい、交代の時間だ。ああ、もう時間か。いつもと違って担当時間が短いからあっという間だな。こんなに手厚い楽なシフトで見張りをするなんて警備任務とは思えないぜ。これは想像以上の展開だ。まさかマルクス公爵家の霊場が悪魔付きになっていて邸宅の地下に幽閉されているなんて。大量に買い込んだ薬品は貴族のメンツを保つために、悪魔付きの痕跡を消すためのものとして、これまで救出してきた悪魔付きとは比べ物にならない厳重な警備が行われている。牢の中まではこの位置からは見通せないけど、普段だったら何も知らない傭兵とかに悪魔付きの搬送を任せたりすることもよくあるのに。なあ、それにしてもどうしてこんなに厳重に守りを固めてるんだ。お、いいね、その調子で聞き込みよろしく。貴族の悪魔付きでも所詮は悪魔付きに変わりねえじゃねえか。とっとと実験施設に放り込んじまえばいいのに。いらん好奇心は持たん方がいいぞ。こうもやりやすい任務だとかえって余計なことを考えちまってな。理由は知らんが、この悪魔付きをテンプラーの奴らが横取りしようとしてるらしい。げっ、テンプラーって神の教えのためなら何でもする聖教の狂信者部隊じゃねえか。どうしてそんな。こちらもそれ以上のことは知らん。というより警備をまとめる俺にも詳細は知らされていない。知っているのは護送の準備が整うまでこの悪魔付きをテンプラーから死守するということ。そしてマルケス公爵家との間でこの件について話は全てまとまっているということだけだ。そんなもんか。それじゃ交代よろしく。こいつら詳細を教えられてないだけあって、状況の重大さにまるで気づいていないんだ。マルケス公爵家霊場ニコレッタ・マルケスは極めて珍しい人間の悪魔付き。理由はわからないけど教団はその事実を重要視している。だからこそのこのビップ待遇ってこと。そしてテンプラー側としても特別な事実らしい。だからこの公爵霊場を横からかっさらおうとしてる。こんな暗闘が発生するレベルで教団とテンプラーにとって人間の悪魔付きというのは重要な存在なんだ。以前にクレア様が教団の魔剣士に誘拐されたのもそういうこと。そもそも人間の悪魔付きに対してエルフや獣人と同じ感覚で解除は可能なのかな。解除自体は私だってやろうと思えばやれる自信はあるけど、人間相手に一発で成功させられるかどうかは。主様ならクレア様を直したように造作もなくやってのけるんだろうけど、とにかくこの件は私一人だけでこのまま進めていい話じゃない。やれやれ、まるでバカ犬の家出みたいにすぐにアレクサンドリアへ帰ることになるなんて。あーやだやだ、早速私を小バカにするあいつの顔が目に浮かんできた。だけどシノゴの言っていられない。これはシャドーガーデン七影全員で挑むべき任務だ。焼きが回るどころか私はついてる。助けられるかもしれない命を助けられるんだから。魔力による成長促進効果を使えば1年でカカオの実がなってくれるとはいえ、本格的な天然物のカカオはあと3年後。しかも実を結んでくれるかどうかよね。可能な限りカカオの木の生えていた環境を再現しているし、なんとかなるんじゃないかな。栽培って
根気勝負だよ。そうそう、その通り。ちゃんとカカオの木の日よけになる別の樹木だってしっかりと植樹したわけだし。で、ゼート？ブヤ！ああ、ただいま。すぐに帰ってくるなんてちょっと閉まらないけど。そんな、お帰りなさいゼータ。ということはまさか、とても重要な情報をつかんだとか？ああ、こうして恥を忍んですぐに戻ってきた程度には大きな山だと思ってる。確か今日は全員がアレクサンドリアにいる日でしょ。今日を逃したらまたしばらく集まれないだろうからさ。ええ、すぐに七影のみんなを集めるわ。その前に鼻血拭きなよ。お帰りなさいゼータ。まあ、ただいま。メス猫、お前もう帰ってきたのです？家でもまともにできないなんて本当に弱っちいのです。うーん、さすが家で経験者。言うことが違う。お前、デルタをバカにするのです。なんだかワンちゃん、ちょっと痩せみました？私がいなくなってた分、頭を使わなくなって退化した。なんだと、メス猫！それじゃあ私がワンちゃんの頭を活性化させてあげよう。もう大事な会議なんですから、痴話喧嘩はなしですよ。それでゼータ、重要な情報というのは？しかも私たちが全員で当たるべき情報なのよね。人間の悪魔つきを発見した。え？